やります。やります。風強い。なんだっけ、早くしないとちょっとついちゃうね。なんだっけ、マーゴンでまた絵を描いていまして、今年入ってやっと1枚描けました。完成しました。で、2枚目を今描いています。制作中です。またこれもね、いつだっけ、夏くらいに、展覧会をやらせていただけることになりましたので、いや本当にやらせていただけるっていう感じなんですよ。で、それで、それに合わせてまた旧作の展示ばっかりっていうのも、まあ、切ないんで、新作を1枚、最低1枚は新作を出そうじゃないかっていうことにしまして、1枚書いております。あとそれと、絵じゃない、何て言うかな、絵じゃないけど絵っていうのも、3つ用意しておりますので、もしその時また来た、その時が来たら見ていただけるとありがたいなと思っています。あとお知らせですか、お知らせばっかりですね。なんだっけあれ、ファッション斜めアカデミア、またパソコンぶっ壊れたんでぶっ壊れたんで編集しないって言ってるんだけど、ぶっ壊れたんで、もうさすがに年齢的にも、あとちょっと思うところもあって、もう映像実は仕事から降りたいなと思ってて、あ、別にそのラーメンだけじゃなくて、全面的にね。まあ悔しいんですけど、なんか僕はちょっと気持ち的にもう、これはしんどいなと思って、それはできるに越したことはないし、やっぱりやりたいんですけど、かといって、周りがそういう風ではないという、なんていうかな、その、あまり前向きな関わり方ができないんであれば、あれですよ、仕事をきちんと、やらせていただけるところもあるんですけど、そうではないっていうところに、こう、なんていうんですかね、当たり屋みたいに当たれ、ぶち当たってこられるっていうのは、さすがにね、しんどい。それなんで、僕が負けてしまうっていうのも嫌なんですけれど、ただ、そこに立ち向かうだけの、ちょっと僕の力がない。力不足、能力不足なので、もうそろそろ映像制作の看板を下ろそうかなと思ってます。で、デザインは、一応僕、心の中でというか、若い頃に決めたことがありまして、ちょっと看板は、たとえお客さんがいなくても、看板は下ろさないように、看板を下ろさないっていうのは、ただ看板を下ろさないって言ってるだけじゃなくって、いつ、でも、仕事ができるような、コンディションにしよう。まあ、要は練習するよっていうことですね。はしておこうかなというふうには考えています。道具は多分ないですけどね。パソコンないんで、パソコンなくてもね、デザインは本当はできるんですけどね。その意味がわからない人とはもう仕事がしたくないってことですね。はい。ということで、ハッシュのラーメンアカデミアも見てください。みんな頑張っております。じゃあね。